はい、こんにちは。杉白のまっちゃんです。眩しいんじゃ。天気はめちゃめちゃいいんですけど、気温は一桁台と、まだね冬の釣りが続いてるんですけど、まあ、今回もねやっていきます。杉白ミッションよいしょ。はい、でね、今回のねお題なんですけど、とあるね便利アイテムを使って冬の釣りを楽しんできてくださいということでね、ことづかっております。ありがとうございます。ででーん、見えますか。ハムスター天秤。はい、今回のねキーアイテム、ハムスター天秤ね、東方三条さんから出てるアイテムなんですけど、まあ、あの天秤といえばですよ、こうワイヤーがねこうビヨーンって伸びてて、そこにね重りがついてて、キス釣りとかね、こうそこを引きずるような定番仕掛けだと思うんですけど、これなんとね浮く天秤なんですよ。浮く天秤どういうことやねんっていうね、もうこれ自分もね、あの初めて使うアイテムになるんですけど、開封しながらね仕掛けを組んでいきたいと思います。浮く天秤ですよ。はい、まずねパッケージに入ってるのが、このね平行チューブの間にビーズがついてるパーツがまず2つですね。でまた別にね、あのこのビーズとスイベルが、同封されています。まずリーダーを缶の中に通します。お、来た来た。はい、今通りましたね。そしてめちゃめちゃちっちゃいんですけど、ビーズですね。お、いい感じで、このリーダーの端っこに、スイベルをね、つけると。はい、今ねこんな感じですね。同封されてたものはね全てつけました。こっち側がね釣り竿側になるんですけど、上からねまずハムスター天秤のこのチューブで、その下にビーズが来て、スイベルね、その下に、ジグヘッドですね。はい、でねハムスター天秤ね、結局どこがね便利グッズなのってとこなんですけど、このチューブの真ん中にアイがついてて、ここにフロートをつけたりシンカーをつけたり、要はあのフロートとかキャロットの仕掛けをこう作り直す手間っていうのがあると思うんですけど、でこのハムスター天秤だったら、ここをねすぐね上を攻める、そしてね重りを入れて下を攻める、これがねワンタッチでね切り替え可能なセット仕掛けになります。ありそうでなかった。あるのかな。まあね、この海の状況を見ながら上やったり下やったりしてね、一日遊んでみたいと思います。はい、ちょっと一回ね針までつけたんですけど、どんな感じで浮くかねちょっと見たくて、今ねハムスター天秤のみにねしてみました。でハムスター天秤自体は自重がね 0.9g あるみたいですね。おそらく浮くんじゃないかと。しかもちょっと飛ぶしねちょっと飛ぶしね。あ、もうね全く沈んでないですね。でもこれパッケージにもね多分書いてなかったと思うんですけど、おそらくねハムスター天秤自体の残浮力があるはずなんで、何グラムつけたら沈むかねちょっとまず調べよう。はい、まずね、試しね 0.4g のねジグヘッド、1はねつけてません。これでどうかな。あ、 0.4 でねじわーっともう沈んでる。だいぶじわーっと落ちる。まあ、ハムスター天秤自体のね浮力はまあそこまでないのかな。04でもね結構ゆっくりもう沈んでるんで、ほひひひほひひひほひひひ。よし、最初ねフロートの玉つけてみようと思います。どうつけるんだ。ここもカチッとはめるだけ。うわ、めちゃめちゃ便利やんこれ。ほら、これでねもうフロートシステム完成。今日はね釣りをねとことん楽しみたいってことでね、餌買ってきました。よし、楽しいやつやん。あとなんかね使いながら感じたこととかはね動画の最後にまとめてお話ししようかなと思います。いけ。めっちゃめっちゃゆっくり沈みますお、なんか食ってる。あ、なんか食ってる。ちょっと針がねあれかな、針変えようかな。ゆっくりね沈みながら、この足元で見ながらやるのおもろ。あーとダメだ。まあ、ちょっとねキャロやるには距離は近いけどね、なんかガブって食うやつやったらいいけど。お、おけ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 おいしょー。炙ってカモさんですね。美味しいやつですよ。あ、でも当たりね結構伝わってきました。言ったらここが全誘導みたいになってるから、引っ張っても食って入りやすいのかな。もう一回ね下ねジグヘッドに戻して、今度遠投してね狙っていこうと思います。よし、お、でかいでかい。遠投して、まあ、なんか来ないかなってねちょっと誘ってみたいと思います。よし、けよし、いいぞね。遠投先でにまじっくりね沈んでるんで、なんかいいのがいればね。
食った。え、違うか。え、なんか当たったような感じしたけど、フロートがね、こうブルブルってなっただけかな。いや、やられとるやん。うわぁ、当たりだったんだ。うわぁ、クソ当たった。いや、当たりあるだけで嬉しいけど、正体が気になるな。粘っちゃおうかな。あ、天気いいな。おにぎりとか持ってくればよかった。長崎の山はおにぎり似てるんだな。おにぎりみたいな島ばっかりなんだな。え、あ、乗った。 OK OK。 え、なんだろうなんだろう。結構沖の方から引っ張るよ最近よく会う。いや、あなた少し水温上がって出歩いてるね、あなた。はい、あれからね、また1時間ぐらいね、上の方ふわふわやったんですけどね、ちょっとね反応がないってことで第2作戦に移りたいと思う。次は重りをねハムスター手身につけて、そこをね引きずるようなね仕掛けにね変えたいと思います。もうこれもね、もうお分かりの通り、外すのむずいな。これ動くからね、不器用なんだな。よし、取れた。外して愛がついてる重りをセットするんですけど、これね、ちょっと太すぎるやつ入りにくいかも。わあ、よし、あ、入った、よかったよかった。そこを引きずる天秤、そしてね、下はね、そのまま磯目をねつけて、あ、乗った。オッケー、誰だ。叩くよ。でもあいつっぽいよ。ちょっと場所変えようかなちょっとね、楽しいけどね、場所変えようかな。あなたね、ありがとうね。いた、知ってこい。いただきます。うん、シンプルでうまいんだなこれね。お、当たった。なんか触った。当たってる。乗るかな。いや、ほら、あーしゃん、乗った。誰だこれ。あー、うわ、やった。うわじゃあツンツンしてたのお前か。ねえ、ボートも引きずっても来るもんね。うわ、楽しい。なんか足元とかもやっても良さそうだな。なんか俺なんかな、この影のとことかさ、こうしてね。おお、強っ。なんだこれ。アベラだ足元でもいいやん。足元でもね、ね、餌ならねできるってところもあるかもしれないけど、なんかね魚釣りたい時にはね、こういう使い方もねありなんじゃないかなと思います。あ、強かったありがとう。はい、ちょっとね香料も出てきて、海面の方でたまにねパチャパチャって何かしてるんで、もう一回ねフロートに戻してふわふわさせながら狙ってみたいと思います。よいしょ。うわ、メバルがいるけど、あれは食わないだろうな。ちょっとメバル狙ってみましょうか。ゆっくり沈めてね。よし、来た。なんか来た。あー、ちょっと足元だったけど、誰だお前かよいやじわーっと沈めてたら引っ張ってたのはベラでしたありがとうございます。ありがとう。はい、お疲れ様でした。東宝産業さんから発売されているハムスター天秤ね、こちらを使って、まあ、いろんな釣りを楽しんできました。仕掛けの交換がめちゃめちゃ楽まあアイテム自体はあのライトゲームのこうキャロシステムとしてね発売されてるんですけど、やった通りもうフロートつけてもいいし、重りつけてねそこの方引いてもいいし、でそのままね足元なんかいるなと思ったら、こう中通し重りみたいにこうやって落としてもいいし、で目の前でねあの表層パチャパチャしてたら、もう何もつけずにもうそのままね仕掛け投げてもいいし、
もうなんかねルアーにこだわらないで、まあ、餌釣りのね万能アイテムとしてもねすごい優秀なんじゃないかなと思います。まあ、感度もね別に阻害することもなくね、まあ、当たればねしっかりね手元に伝わってきたんで心配してたそこもね問題なくクリアしてるのかなと思います。まあ、ラインがね絡まるとかいうトラブルとかもね特になくて快適に使えたんですけど、1点だけねここの真ん中の金具が結構ね細くて小さいんですよ。なんでアイが毛が大きいやつああいうのはねちょっと無理やり入れちゃうと開いちゃうんでできるだけね細いやつをおすすめします。まあ、普段ねキャロシステムとかあとフロートね使う方はもちろんなんですけどまだ試されたことない方のこの入門セット仕掛けとしても僕はねすごいおすすめできます。ぜひね釣り具屋さんに行ってねこの可愛いねハムスターの絵見つけた際はねチェックしてみてください。はい、じゃあ今回はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。